潮位が変わることで釣り場の状況や魚の活性は変化しますよね。自分が行こうとしている釣り場の潮位を知るために役立つのがタイドグラフ、潮位表です。今回はタイドグラフ活用術と題して、潮位変化や釣れる地合いを読み取るための知識とアイデアを解説します。この授業を受けることによって、潮回りや満潮、干潮の時刻だけでなく、地合いなどまで読み取れるようになります。最後までよろしくお願いします。本日の結論は次の通りです。タイドグラフと実際の海は違う。この動画を見ることで何を信じたらいいのかわからなくなってしまう恐れもあります。でも大丈夫です。その対処法やわかりにくい釣り用語なども解説しながら進めていきます。この動画を見てタイドグラフを見るだけで釣れそうな気分になっていただけましたら嬉しいです。それでは本日の目次です。タイドグラフを読みこなす。タイドグラフを表示する。地合いを読み取る。実際の潮位変化とのズレ。本当の地合いを考える。大潮がいいとは限らない。タイドグラフと地合い。この7つについて解説いたします。タイドグラフを読みこなす。タイドグラフとは、海の潮位変化を表した曲線グラフです。釣り具店で配布されているものを見たり、あるいは購入して利用したりしている人は多いと思います。近年はパソコンやスマートフォンでタイドグラフを閲覧できるサイトやアプリが増えてきており、簡単にチェックすることが可能です。タイドグラフがもたらしてくれる情報は潮位であり、わかりやすく言えば、何月何日の何時何分に潮位が何センチメートルになるというデータです。イメージしやすくするために、海の地磯で釣りをすることを前提として解説しています。潮位表を見ることで、何時になると潮位が何センチメートルになるから浅瀬を歩いてあの磯に渡れるだろう。何時には満潮を迎えるからあのポイントも十分な水深になっているな。何時頃になれば潮の満ち干で流れができるからあのポイントが釣りやすくなる、などといったことがイメージできます。ベテランはそれまでの経験も手伝ってタイドグラフを一見するだけで理解できると思います。しかし、ビギナーが同じような視点でタイドグラフを見るためには工夫が必要になってきます。タイドグラフを表示する。まずはお手元のタイドグラフを開きましょう。釣り具店で配布されたり売られているタイドグラフなどをベースにしても良いですが、スマホのアプリでも構いません。まず表示する地点は自分が行こうとしている釣り場の近くを選びましょう。次に日付を潮光日にすると1時間ごとの潮位が表示されます。日の出、日の入りの時刻はいわゆる朝夕のまずめ時を知ることにつながります。もっと現実的には明るくなってから釣り座へ歩いていきたいとき、逆に明るいうちに帰りたいときなど時刻の目安にもなります。地合いを読み取る。ちょっとしたコツが分かってくると、これらの情報から釣れる地合いが分かってきます。釣りの世界でよく言われる言葉に、上げ7部、下げ3部というものがあります。今回はいろいろな説がある中で、干潮を0、満潮を10としたときに、干潮から7割ぐらい潮位が上がった頃と、逆に満潮から3割ほど潮位が下がった頃がよく釣れるという意味で進めていきます。この時間違いやすいのは満潮から干潮までの時間を10で割ってしまうことです。7部、3部はあくまで潮位ということをしっかり頭に入れておきましょう。潮位で10等分すると下げ3部は11時30分くらいのところになります。これを時間で10等分すると下げ3部は10時30分くらいになります。両者には1時間近いズレがあります。現実問題として人間が継続して物事に集中できるのは1時間程度と言われています。タイドグラフをここまで考えれば自分が行く釣り場で何時頃に期待度が高くなるかが明確に理解できるようになり、その時に精神を集中させやすくなります。実際の潮位変化とのズレ。長年釣りをしている人は、
満潮までまだ1時間もあるのに潮が全く動かなくなった、干潮時からすぐに潮が動き始めたなどという印象を受けたことがあると思います。満潮、干潮を境に1時間半ぐらいの間は潮位がほとんど変化しない。これはグラフが放物線のような曲線で描かれていることからイメージできると思います。しかし常にその中央にピーク、満潮、干潮が来るとは限りません。釣り場によって状況は違うと思いますが、このズレに気づくことが重要です。このズレは場所によっては最大で1時間半もあるというので驚きです。実際の釣り場で潮の状況と態度グラフの状況を照らし合わせてみるのも海の状況を観察する手として面白いと思います。本当の地合いを考える。ここまで解説したことは潮位がどのように変化するかを知るための話でした。しかし釣り人が本当に知りたいのは魚が釣れる、いわゆる地合いです。態度グラフをもとに潮汐と地合いの関係について触れていきますが、ここでまずクリアにしておかなければいけないのが潮が動くという表現の意味です。この言葉を聞くと水が流れることをイメージする人が多いですが、潮汐による水の動きは水平に水が流れることではなく、主に月の引力で海水面が引っ張られる垂直方向の変化だということです。画面の態度グラフには釣れる時間帯が記載されているのですが、これはいわゆる上げ7分、下げ3分と必ずしも同じではありません。この時間帯を割り出す一番の要素は月の引力です。月の引力は海では潮位の変化という現象として現れます。ごく簡単に言えば潮位変化のスピードではなく潮位そのものが地合いを知る要素になります。例えば防波堤で釣りをしていて、目の前の岩礁の頭が水面下に没した頃に爆潮が起きたとします。満潮を過ぎ、今度は岩礁の頭が水面直下に来た頃が次の地合いとなります。そして次回の潮高でも同じポイントであれば同じ潮位になった時がチャンスタイムになります。潮の動きイコール潮位変化のスピードが地合いの要素だと考えている人にはにわかに信じがたい話かもしれません。しかし経験豊富な釣り人の中には湖や河川にも地合いがあり、それが潮回りと関連しているということに気づいている人も多いのではないでしょうか。また沖釣りにおいても潮の流れは変わらないのに、ある一定の時刻になるとバタバタと釣れるという事実もあります。つまりこれが月の引力によって地合いが左右されることの証なのです。引力を圧力という観点で見ると、雨の降り始めはよく釣れるという話をよく聞きます。これは低気圧が接近することで水中の圧力が変化し、魚の活性が上がるということが考えられます。こうした月以外の要素による圧力の変化を巷では疑似地合いと呼んでいます。大潮がいいとは限らない。地合いをもたらす月の引力を態度グラフから読み取ると潮位の幅にして20センチメートルから30センチメートルとなります。そして最大から最小潮位の間にはこの地合いの帯がいくつかあります。このことから考えると潮位変化が早い大潮の時は地合いが短いことになります。反面干潮、満潮の間に地合いの帯がいくつも通過するので短い地合いが何度も訪れます。一方、潮位変化が小さい小潮などでは1回の地合いが長く訪れる回数は少なくなります。釣り物やフィールドの状況によっては激しい潮位変化によって速い水の流れが生まれ、かえって釣りづらくなることもあります。このことも考え合わせると決して大潮の方が条件がいいとは言えないと思います。日本海側などの潮位変化が少ないところでも、逆に潮位変化が大きいところでもこの理論は通用すると思います。場所はどこであっても月の引力がある条件に当てはまる時間帯に地合いが訪れるということになります。態度グラフと地合い、もちろん魚が積極的に捕食活動をするかどうかは月の引力だけにかかっているわけではありません。水が澄んでいるか濁っているか、潮目が入っているかどうかなども
地合いを左右する要素になります。しかし一般的に言われる地合いの要素として月の引力の影響は大きいことは確かです。ですがそれを上回る大きな影響を与える要素があります。それは水温変化です。そもそも釣りの世界における朝夕のまずめ時という言葉はマイカーが一般的になり自分が好きな時刻に釣りに行けるようになってから生まれた言葉と思います。それ以前の公共交通機関を使って釣りに行くしかなかった時代では朝夕のまずめ時に釣りをすることは難しかったでしょう。にもかかわらず釣る人は確実に釣っていたと思います。地合いには釣り人の都合による地合いと魚の活性を表す地合いの2つの意味があります。態度グラフをじっくり眺めよりニュートラルな視点で地合いを考えてみるのも釣りがより楽しくなると思います。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。